島リノンが担当します。よろしくお願いします。さあ今日の7時といえばですよ、何かこう皆さんも気になっていることがありますよね。さあということで見ていきましょう。お天気カメラこちらです。7時に予想した方がいらっしゃったんですけども、現在の空模様このような形となっておりまして、日の出は全く見られておりません。さあということで会見開始となります。山口さん呼んでみましょう。現場にいらっしゃいます、こちらです。山口さんどうぞよろしくお願いします お願いします7時に予想されていらっしゃいましたが、はい、現在の結果を見ていかがでしょうか。そうですね、まあ、ついたったねもう30分も経たないぐらい、ねはい、の前だと思いますけれども、7時に日の出、というふうに、予想したにもかかわらず、はい、現状出ていないというこのね、実態に対して深く、はい、深くお詫びを申し上げたいと思います。いやしかも予報っていうのはですね、こう先になればなるほど難しいということは、裏を返せばですよ、はい、近ければ近いほど当てやすいわけじゃないですか。おっしゃる通りでございます。たかが30分、この30分後の見通しが難しいということで、そうです僕はですね、いやもう素直に、はい、大変申し訳ございませんでした。ズバリ予想って書いてあるんですけどもね、はい、なかなか私は7時10分くらいじゃないかなと、はい、っていうふうに言ったんですけども、はい、私も同じ8分後同じあのやり取り待ってますね、言ってくださいね、言ってましたよねそこは詰めさせてお互いね、いただきます。いやでも分かりません。もう一回ちょっとお天気カメラ見ましょうか。7時10分、あほらほらもうちょっと上の方から明るく太陽の感じ見えてきてますね。おー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 言ってくれるじゃねえかとでもちょっと難しそうですね。改めます、7時30分でごねるどんどん先延ばしで、先延ばし法則で、じゃあもう一回やり直しましょう。今この現段階を受けて仕切り直します、さあということで今日の予想ですけども、うん、まだ見えてないということで、はい、ね、っていうことは、はい、でもまだ上の方明るいっていうか雲なかったですからね。ズバリそうですね、まあ、遠くの雲がね、はい、東の空を遮っている中、はい、もうすぐじゃないですか、うん、じゃあ私が今度7時10分にします。え、なんでかぶせてくるじゃないですか、はい、今の私の予想ね、はい、今7時10分いけるみたいなこと言ったら、またまたよく言うわみたいなことを感じだったのになんで7時10分、7時10分いけると思いますか。思いました。あ私の予想を取ってくんですね、うん、じゃあ7時10分いいですよ、譲りますじゃあ私はちょっと上にこう薄雲があったので、うん、そうこれですよ、うん、この高さ分があと6分で太陽上がってくるか、うん、来そうですね。なんかもう出てんじゃないですかあれね今カウント、もしかして今カウントができますかなるほど、見方によってはもう確かに出ているということになるのかもわからないですけども、7時10分、いやでももうちょっと先かもと私は思うので7時30分からを予定したいと思います。わかりました、また後ほどお会いしましょうありがとうございました。ね、案外こう雲で出ない